からですね、わらは3連休なんですけど、これから埼玉から母のいる長野へ行き、翌日長野からね群馬県伊香保の方に行くっていうね3連休なんで、せっかくだから Vlog に収めようと思いまして動画を回しております。新幹線一人で乗るのも初めてなんですよ。切符の買い方も分かんないんだよね。無事ね母のいる長野県行けるのかどうか、とりあえず頑張ります。はい、というわけで長野県上田に到着しました。母と合流するまでねちょっと周りを見ていきたいと思います。寒い。覚えてないだろうけど、人見知りはしないのね、あなた。おはようございます。2日目の朝、これから長野から伊香保まで行きたいと。そうだね。走ってる。なんか今ねヒュンって入ってったよ。掘ってる掘ってる。すごい。私にもその魔法は効かない。
中絵本を閉じて